社会人生活を進んでいくという長野拓也です。そして早稲田大学の浅野祐樹の跳馬です。はい、彼も、ドリックスという技ですね、はい、同じように前に、一歩、出ました。はい、この、着地もですね、肩幅、未満であれば、はい、0.1、 それ以上大きく出てしまうと 0.3 といったような、同じ一歩でもその大きさによって、減点が変わってきます。なるほど。 D スコア 5.6、 E スコア 9.050、 トータル 14.650 というスコアです。ですね、少し着地の